君に会うためには頑張る曲を歌いましょう。Before he told you
is a break of this baby's a beautiful girl. Thank you.
決勝に行きます。ベースも頑張ったと。高枝ちゃん。はい。次は秋葉頑張った。秋葉頑張った。23歳やろう。はい、それではもしかね、ゆきさんの登場です。
same little church house. In a long white cotton gown, sitting there at the church house. Saying we ain't gonna baptize. It must long till we lay him in the ground. And now they're dancing to the tune. Over $20 bill. They got five fiddle men at the bottom of the hill. And by midnight, they just want one of dancing standing still. By the father's little lad, they won't get off. さっき後ろから見てて気づいたんですけど、私も今日初めましてなんです。あのスティールの早川さん、早川さんですよね。アッキーさんを見る皆さんの目がこう、なんだろう、なんかお父さんお母さんがこう授業参観で頑張れみたいな優しい目線で育てなかったね。いやー、ゆうさん、本当の曲はバラードでしょ。バラードですね。バラード行ったことはあんないけど。バラード、バラード推し？僕はバラードだよ。バラードは踊れんでな。踊れんでか、なんか。いや、ほんでもね、上手な人がいるバラード踊るし、それはあの、ナオちゃんとこのご夫婦みたいに。あ、なるほどね。ホールドして、かっこいいな。これは振りですね。多分どれやろ。踊り。ねえ、そうだよ。みんなそれぞれ行動して踊っていただければ。いいですね。いいですよ。この曲、意味もいいでしょ、これ。いい意味ですよ。見てみや、みんながいかんって言ったけど、まだ私たち一緒におるに、ほら、よかったかねって言った。よかったかねというか。見てみや、幸せだがねっていう。翻訳家のゴブさんも真っ青だな。でもなんだろう、一番響くかなと思って、それは。東京行ってもな、もう行けやって行っとるか。まあ行けやって。まあ行けやって。まあ次行ったらいい。Thank you.
困った。次の曲はタフウィズミー。タフウィズミーはね、ありがとうどうしよう、サイレントになってしまう。逆に奇抜か、逆に奇抜だ。じゃあ、ね、親弁はね、もう少し綺麗な名古屋弁使おう。綺麗な名古屋弁、あのね、髪型の名古屋弁。私、高校が高校が下町にあったもんで、大体だけどさ、河村さん見とったってさ、汚な声、名古屋弁何あれは汚な声って初めて聞きました。せっかく綺麗なねえ、昔話したことあったっけ。一番最初の出張はね、会社の京都だった。そしたら受付行ったらね、ワクワクしてブッスな女の二人並んでさ、うちの会社に出てるので、名古屋から来ましたって言ったらね、その時にね、その二人の女性は、ね、ようこそ、じゃあ京都弁だ、なんて声出ませ、なんで言われてさ、いきなり綺麗に見えるんだろう、その女の子がだからね、言葉はないけど、でも名古屋に生まれてまったもんだで汚いと思って喋っとらんもん。さあ、歌おうか。Thank you.
めます。
あきちゃんです。どうもありがとうございます。
山下哲修君。
今日は我らがスター近藤由紀ちゃんを東京からお迎えしました。メールボーカリストは浩平くん、スペシャルゲストは奈緒ちゃん、本部ドラムス。というわけで楽しくやってまいりました。来週はそのまま、というわけなんで来週の金曜日までさよなら。どうもありがとう。
Yeah. Know the way I feel
I can tell you what I did, but I have mine, take you with me. I never did hope for you. I can speak for you, Maria. I only know the way I There's nothing left to dream.